ちなみに室長はこれ、ご覧になった時どういう感想を覚えましたか？そうですね、総帥と同じ気持ちで見てました。はい、総帥の解説があって見方が分かったっていうのもあります。これかなり画期的で、はいはい、そして実用的です。実用的ですか？実用的。なんかラプス様コメントでママって単語と生まれるって単語がすごいいっぱい来てるんですけれどもこれちょっと解説いただいていいですか？ちょっとお願いします。多分これ一発ギャグ説明するぐらいきついけど、やらせるんですね。そうですね、そこはもう開き直って、なるほど、ね、お願いします、はい、ASMR を聞くときはやっぱ赤ちゃんの気持ちで聞かなきゃいけないわけですよ、ね、はいはい、なるほど。だからそれちょっと礼儀、ママ生まれるは礼儀ですねこれだからちょっと渡辺さんも言ってください、はい、ママ生まれる。わかりました、はい、本気のやつでちょっと聞いてる感じからいきます。うん、すごい。ママ生まれる。なんで苦しそう。あ、すいません、産む方やっちゃいました。気持ちよさそうに言わなきゃ。ママ生まれる。そうそうそう、あ、爽やか爽やか。今から行くよっていう気持ちで行かなきゃ。今から行くよ。ママ生まれる。はい、赤子になってください。あ、わかりました。ちょっと、うん、ちょっと僕も修行積んできます、ね、うん、ASMR、はい、ちょっと待ってください、メモります、ね、まあまあ、まあまあ生まれる、はい、